名前は斉藤優です。名前の由来は優しい子供になるよ。ニックネームは優くん。目がちゃんと本なんですね。そう思ってるっていうことで。なんだかな、すごく恥ずかしいね。どうも、パラシュート部隊チャンネルです。今日はちょっとなんか呼び出して座らされてるんですけども、矢野さん、はい、何でしょうか。今日はですね、斉藤さんに100の質問、すごく流行ってるやつね。今流行ってるやつを、はいはいはい、取り入れていこうかな。大丈夫ですか、私で。大丈夫です。なるほど。斉藤さん、こうやって、ね、新規を獲得していかなきゃいけないから、うん、どういう人かっていうのを見てる方に、まあ、意外と本音言わなかったりするから、ね、そうなんですよね、うん。結構じゃあシンプルにもうすっと答えちゃっていいよ。もう基本的な質問から、うん、まあちょっとこう思い出の質問とか。そう、質問は用意したんですか。はい、ネットで拾ってきたんで。雑だなぁ。やっていただこうかなと。わかりました。これを見た後、斉藤の何が分かると、人の何が分かってファンになっていただこうと。で、もう100あるんで。わかりました。スピードで、ね、ポンポンポン、OK、リズムで。はい、よろしいですか。よし、来い。それではいきましょう。斉藤優への100の質問。名前は斉藤優です。名前の由来は優しい子供になるようにと。ニックネームは優くん。生年月日は昭和53年10月12日生まれ。年齢は42歳。星座は天秤座。血液型は AB 型。出身地は大阪。今の居住地は福岡市早良区。身長は157センチ。足のサイズは 24.5、 あ、5、25。兄弟構成はお兄ちゃん。経験してきた習い事はそろばんと、習字。学生時代にしていた部活動ラグビー部。経験してきたアルバイト、びっくりドンキーと引っ越しと、警備員。今の職業は芸人。趣味ゴルフ。特技は特技ありません。ハマってることは、ハマってることは朝ドラ。集めているものは集めているもの漫画。どんな性格ですか。感情的。周りに言われる性格は、ずる賢い。座右の銘は貧すればどうする。今までで一番の思い出は一番の思い出、思い出、思い出、海に今までで一番辛かったことは辛かったことは、キングオブコントでロバートが優勝した日に鹿児島のパチンコ番組の車が脱輪したことです。インドア派、アウトドア派。インドア派。休日の過ごし方は、パチンコ。長所は長所は乗った時強い。短所は乗ってない時弱い。100万円もらえたら何に使う。100万円もらえたら、100万円もらえたら、お金を返す。もしも一つだけ願いが叶うなら。女優と付き合う。占いは信じる。いいとこだけ信じる。ドラえもんの道具で欲しいものは。もしもボックス。将来の夢は。朝ドラに出ること。子供の頃どんな子だった。賢かった。タイムマシンに乗るなら過去と未来どっちに行きたい。未来。好きなものは最初と最後どっちに食べる。最初。今欲しいものはタップシューズ。最近買ったものは最近買ったものはアップルウォッチの紐。よく使うアプリはプロスピ。平均睡眠時間は5時間ぐらい。毎日必ずしていることは歯磨き。朝起きたら一番に何をする。
歯磨き。寝る前に最後にすることは歯磨き。美容院に行く頻度は3週間。よく買い物に行く場所は西陣。好きな食べ物は板間さん。好きな飲み物は芋そうだ。好きなお菓子はお菓子おかき。好きなアイスはブラックモンブラン。好きなスポーツはラグビー。好きな場所は好きな場所シンさんの事務所。好きな言葉はひんすればどうする。好きなアーティストはビーズ。好きな芸能人は南さんなおちゃん。好きな本はキングダム。好きな映画は映画三丁目の夕日。好きなキャラクターはドラえもん。好きな色は赤。好きな季節は夏。好きな曲は怪盗少女。好きなゲームはプロスピ。好きなブランドはブランドハリウッドランチマーケット。経験してきたスポーツは ラグビー。学生時代得意だった科目は国語。よく聞く音楽はももクロ。家での過ごし方は絵描く。もしも魔法が使えたら飛ぶ。総理大臣になったら何を変えたい。変えたい変えない。今の目標は目標ドラマに出る。ストレス解消法はサウナ。尊敬している人は尊敬している人花丸さん。国内で行ったことがなく旅行したい場所は ありません。国内で行ったことがあるがまた旅行したい場所は島原半島。海外で旅行したい場所はニューヨーク。苦手なことは苦手なことは、嫌いな人と一緒にいること。嫌いな食べ物はウニ。好きな曜日は土曜日。一日で好きな時間は寝る前。テンションが上がる瞬間はなんかツイッターで芸能人の人とかがなんか我々に関することをつぶやいてくれてた時。最後のバースさんに食べたいものはガストの目玉焼きハンバーグ。一日だけ誰かと入れ替われるなら生田斗真。生まれ変わったら何になりたい。生田斗真。チャームポイントは目。自分の体で好きなパーツは目。自分の中の強みは空気を読む能力。今の仕事をしていなかったら何の職業に就いていたと思う。営業。口癖は口癖は、JJJ。 視力は 2.0。 最近ネット通販でポチったものはアップルウォッチのこのメイクのこだわりはここは眉毛ここちょっとだけパゲてるんでちょっと描く。あと白髪隠す。ヘアのこだわりはここが角張ってるんでここを薄くする。貯金してる。してない。過去に戻れるならいつ。24歳の時にパチスロ最初に行った時。結婚願望は来世はしないかもしれない。子供は何人欲しい。もう一人で十分です。都会派田舎派。都会派。
住むならマンション派、戸建て派？マンション。どんな人に魅力を感じる？サバサバしてる人。最後の質問です。来た。ここまで質問にたくさん答えたご感想を。何個か後悔してます。以上です。いや、これちょっと全然ちゃんともっと深みのあるように言えたわ。はい、早くてテンパっちゃうのよ、もうなんか。ちょっとこれ違うなとかってある。でもそれとっさに出るのは本当のことって言いますけどね。なるほどね、うん、目がチャームポイントなんですね。そう思ってるっていうことで大丈夫ですか？いや、なんだかな、ちょすごく恥ずかしいね、うん、あと、特技がありますか？シャチさん、あのね、僕がオーディションの時に特技を聞かれて、ないですと答えて、いや、本当にそれがよぎって、めちゃくちゃ言ってましたよ、ね、真っ白になりました。真っ白になりました。さやさん、俺の質問でも真っ白になりました。まさかこんなブーメランが早めに返ってくるとは。もう謝ってもらっていいですか？すいませんでした。真っ白になりました。いや、これね、お前次今度やれよ、それ。これすごいぞ。もう何も用意せずやれよ。私はお断りします。いやいや、これ怖いわ。一番の思い出は、海に。真っ白よ、あれも真っ白。いっぱいあんだけど、それこそね。いつの海ですか？いや、分からん。え？真っ白。だから、だってゼップとかサンパレスとかでも思い出もいっぱいあるし、博多座だってあったし。あったでしょ。それが、いや、これやってみ、このテンポがもう怖いっちゃ。いや、でも本当特技はありませんっていうのだけ僕はちょっと無理に気にしております。すいませんでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。